15分くらいか。15分です。普賢長3メーター、幅が 1.8 メーター。普賢船頭が 1.1 メーターから 1.5 メーター。2号本。はい、埋め戻されたのか何もないですね。場所がちゃんとね、フェーズ囲んであるんだけど。ここが3号本。ここ3.5の 1.8 メーター。鮮度が 1.4 メーター。ちょっと小さいね。フェーズが囲んだ、囲ってあるんだけどね。平らになってますからね。こちらが4号分でございます。まあ、みんなあんまり変わらんぐらい大きさね。フェーズでここも囲ってあるけど、はい、金山古墳でございます。いやー、冬は初めて来るね。ずいぶん、ああ、開いてるんでね。入れるね、これね。よし。投稿されましたか。奥の方が新しそうじゃねえ。高さがわからんだこれ。下からこの付近で2メーター、下からで2メーターちょっとあるぐらいか。ああ、中入られんな。全然行かれへんか。これみんな一体で飛んだけどね、どうやって。これによると、これによると書いてないか、何も。これどう見ても石室なんですけどね、桜坂の住宅街のね、横にあるんやけど。石室ってことは間違いない。はい。ここがね、せっかくなってますね。ちょっと荒いからね、だいぶ古いかな。10メーター。これ前入ったんやけどね、分からなかったんやけど、10メーターなってんやけど、10メーター。なんか道、この辺なかったな。ひっつき虫だらけでございます。あら、もうついとるわ、いっぱい。いやー、これ古墳じゃないね。古墳じゃないです。上の方だもん。いや、道は見当たらん。
この上やろな、おそらくな。残念ですか。B16 分。この古墳群はね、晴れるとあんまりないんだけどね。まあ真っ暗やな。大きいね。まあ、高さはあれ、あっこまであるじゃんったら2メートル50以上だよね。はいはい、復元でございましたか。ここを来た時にね、スマホをどっかで落としたんやけどね、帰りに。おぉ、大きに使ってくれてるかね。さあ、傘袖でございましたか。はい。どうでしたか、残念でしたね。だからね、この原子の方が大きいから、この上の天井石がものすごく大きい方がいるんでね、大変なんですね、作るときは。おぉ、傘袖でございます。ね。天道はちょっと小さいやつで展示できるけどね。